ウォーミングアップでお好きなクラブで打っていい、はい、打っていただいていいです。7番での今のクラブの動きを見ていきましょう。はい。なんで7番アイアンなんですか？7番がですね、一番アイアンの中で真ん中になるというところと、はい、本当は6番とかでもいいんですけれども、ちゃんとあの距離の違いとかショットの違いがやっぱり7番って出やすいんですね、うん、先ほど9番の110ぐらいっておっしゃってましたけど、うん、7だと普段どれぐらいご覧になってます？130ぐらいで持ってます。はい、はい、いいですよ、ありがとうございます、はい、で今5球打っていただいたので、そしたらデータの方を見てまいりましょうか。でこれが今打っていただいたデータで、うん、上から1球目、2球目というふうに順番になっています。左からですね、ボールスピードというボールの初速、うん、バーティカルランチといってボールの打ち出し角ですね、スピン量、マッシュファクターと言われる一般的にミート率と言われているところです、はいはい、あとキャリートータル、ラウンドアングルというのが、ボールがですね落ちてくる時のこの着弾の角度を見ています。でアイアンなんかですとスピン量にもよるんですけれども、大体40度ぐらいの角度から落ちてくれば比較的ボールの高さでボールきちんと止まりやすいんですね、うん、今ボールの回転数も非常に安定していますし、うんうんうん、高さがまあちょっと低いかなっていうぐらいのところですね。最高到達点でしたり曲がり幅とかも見ています。アタックアングルというのがクラブの入射角を見ているんですけれども、うん、マイナスというのは上からのダウンブローです、うんうんうん、でこれがプラスの表記になると下からのアッパーになるんですけれども、結構入射角はですね上から鋭角に入ってくるタイプになってますね、うんうん、インパクト時の実際のリアルロフトですね、うん、今使っているのが先ほど33度というふうに計測で出たんですけども、実際打つときはだいたい27、8度でボールを捉えているよっていうのが上空から見た時のスイングプレーンです。こっちがピンの方向になるんですけれども、はい、非常にここは綺麗なんですね。後ろから見るとまっすぐ入ってきて低い方に抜けているっていうのが分かるんですけれども、ここちょっとそうですね、こう左側に振り抜くっていう傾向ありますね、うん、そうですね。ボールポジションに対して最下点がだいぶ左足寄りに降りてきているので、少し場合によっては入射角がきつすぎてフェースが開きやすくなったりとかすることもあるので、その辺は少し課題にしてもいいかもしれないですね。これが飛んでる時の球の高さを見ているんですけれども、少しただここのですね高さにばらつきが高い、そうですね、高い球が出る、いい球の時もあれば少し低く出てしまう時もあるので、それによって縦感がどうしてもブレやすくなってくるんですね、うんうんうん、ゴルフですので横のミスは多少しょうがないんですけれども、うん、やはり縦のミスっていうのはすごく致命的になりやすいので、ある程度合わせてあげるとこの縦のミスにも強くなってくることもあるので、うん、こちら、はい、シャフトは少し見慣れないアクラというんですけれども、うん、アクラ、はい、バットブラックなんです。かっこいい。ちょっと軽くって柔らかいです。あ、でもヘッドがすごく重く感じる、はい、ヘッドは効いてると思います。手が立ちな、ちょっと変えさせてください。振り遅れちゃう。そうですね、結構ですね、切り返しでこう腕をですねこうしなやかに使えるの、うん、お使いになるので、うん、今みたいにちょっと柔らかいなって感じるやつだと、うん、今みたいに振り遅れが出やすいですね、うんうん、ただしなやかに使う分硬くって今度重たいと、うん、逆にそれはそれで振りにくいので、うん、すごくちょっとピンポイントでいかないとさっき落ちてくる時の角度が38度平均だったのが、うん、今だと34度になってしまうので、うん、
やはりグリーンで止まるボールじゃなくなったり、うんうん、あとスピンも少し少なくなりやすいので、うんうん、で次にいただくのが、はい、PXG の中でも一番小ぶりなタイプ、はい、そうですね。でシャフトはグラタイプのシャフトになります。構えた感じが結構好きなんです。乗った感じがする。そうですね、今頭きちんと受けてましたね。でも暴れるのかな。そうですね、オッケー、いいです。ではちょっと一回データを見てみましょうか。黄色いやつが先ほどの0311というスタンダードのモデルになるんですけれども、うんうんうん、で今打っていただいたのが少し小ぶりなタイプ、うんうんうん、でちょっと大きいヘッドだと右に行きやすかったのが、小ぶりだときちんと捕まりやすくなってくるので、うんうんまあ、今のクラブに限りなく近くはなってきてはいます、うんうんうん、AD65 の R シャフト。そうですね、 R フレックスです。高さも出てますし、距離もちょっと伸びましたね、うん、いいですよ、ありがとうございます。ちょっとデータも見てみましょうか。単純に今使ってるのとですね、比較すると今高さはですね 38.3 で落ちてくる角度ほとんど一緒なんですね。でボールのですね初速が1メートル向上していて、うん、でさらに高さも出やすいので、うん、キャリーが今までよりも、うん、伸びてだいぶ出やすくなってきてますね。マイクラブに比べて高さのばらつきが少し少なくなりましたよね。この辺は入射角とかですね、うん、切り返しのテンポとか安定してきている証拠になってくると思います、うん、4球打っていただいてダウンスイングでほとんど同じぐらいのプレーンを描いているので、そうするとやっぱり切り返しで常に安定して落ち着いてきて、うん、いろいろ試せて楽しい、はい、あ、やっぱこのクリアショー、最初に球打っちゃいましたよね、うん、あれってですねヘッドの大きさも関係していて、どうしてもですね先っぽに重心がとか重たさが来やすいので、うん、シャフトがですねこういう風に縦にしなってどうしてもダフりやすいんですよ、うん、で2球打ったので、うん、今度スルー上がってですね、うん、ちょっと体を伸び上がらせると、うん、ダフりはしないんですけど、うん、どうしても開いて入ってきやすいので、うん、最後みたいに右に行きやすくなってくるので、うん、そうするとやはりちょっと大きいヘッドっていうのは相性が良くないですね、うん、今の打ち方も本当はちょっと右にこう、はい、行ってもおかしくないですけども、ね、だいぶクラブが助けてくれてるので、打ちに行った時にクラブが鋭角になりやすいっていうのがあるので、はい、うん、その辺もちょっと一個だけ重たさを上げてあげて、はいはい、ご自分で打ちに行かないような、うん、あの状態を作ってあげるっていうのも一つ大事なことだと思いますね。アイアンはこんな感じです。私に一番ベストなアイアンは、はい、一番ちっちゃいヘッドの種類で、シャフトが NS プロの750のシャフトが一番合ってました。少しこのロフトのところが不安定なんですね、うん、おちょっとスピンが増えてしまっているので、ロフトとヘッドの重たさをちょっと一回調整しましょうか。なるほど。